そのフォークを多投するあのピッチャーだというね、はい、そのイメージありますから、今みたいなフォークですね、ピッチングスタッフが総力戦という格好をいつも取ってますんでね。いやもうそれしかないですよ。中継ぎはもうしっかりしてほしいですね。まあそういうことですよね、はい、はい、あの先発ピッチャーもベンチに入りましたね、はい、まあ、今ピッチングコーチやってるあの安田コーチなんかね、はい、あの本当に先発にリリーフに中継ぎまでもやりましたからね、まあ、1点は取られましたけども、あの伊藤がですね、はい、素晴らしいピッチングを展開しておりました、そうですね、まあ、最近のこの7連敗中のところで考えてみますと、まあ、先発のピッチャーがあそこで頑張ってるというのはですね、なかなかなかったもんですからね。いや本当にね、もったいないと気もします、そうですね、先頭バッターが伊藤でした、はい、そこに隅藤を送った野村監督が動きましたけどもね、まあ残念ながらその後飯田にヒットが出たんですが、はい、橋上のダブルプレーということになってしまいまして無得点に終わっています。まあ、ですからね、本当にあの1点取りに行ったんですから、はい、あれは僕ね、橋上にね、湧いてくる、うんうん、まあ、そういう風にしていかないとダメですね。あと声が出ていませんよね、これある程度そのピッチャーにも声をかけてあげたいね、はい、試合前の練習なんかでも声が出ていませんでした。上を向いていこうじゃないか、ヤクルトスワローズ。阪神とは2ゲーム差です。ピッチャー2番手の大阪、今年になってね、体のキレも出てきましたし、はい、球の重さもやっぱりこの人出てきましたね。そうですね、11日間勝ちから見放されていますヤクルト。8月8日からあの16日までヤクルトファンが歓喜していました。野村監督のお弁もため息しか出ないよ、あるいは追いつかれて抜かれてそれをひっくり返す力はないよ、やるぞという気が起こらんなんていうね、うん、ちょっとマイナス思考の言葉がただ出てくるんですけどもね、監督がね、はい、悪いですけどもそれを言っちゃね、僕はダメだと思うんですね。そうですね、26号